ではブルーガーズです。ということで、今回なんですけども、コースを選んで、最大100連アゲインガチャやっていこうと思います。ということで、ガチャを選ぶとあるんですけど、レギュラー、10連から最大100連、いつまで続くかあなた運次第、セーフティー、50連確定、安定を求めるあなたに、チャレンジ、10連、オール100連、天国か地獄か、ドキドキ、求めるあなたにということですね。この3つから選べる、アゲインガチャということで、今回はね、ちょっとやっていければなと思います。はい。まあね、これどれにしよっかな、マジで悩むな。まあ、50連確定、アゲインガチャってとか、まず何アギンガチャって何ちょっと待って。アギンガチャってなんだこれ。3つのコースから選んで引ける。最後の10連は限定キャラ1体確定ということで。こんな感じなんですよ。OK っす。わかりました。じゃあ、チャレンジやっても行きましょうか。マジで。怖えガチで。ちょっと怖すぎる。マジで怖えんだけど。まあ、チャレンジ、まあ、どんな感じでね、やってくれるのか。そして、ね、チャレンジで出た問題は出るのかっていうところがね、ちょっと怖いんですけど。さあ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 。なんだこのキャラクター。俺初めて見るんだけど。なんか新キャラかな。うわー来た。うわー懐かしいもん来ましたね。随分と。狩猟？あ、ガチ？あ、狩猟。天国か地獄か、地獄でしたね。はい。早すぎる。ということで、まあ最後にこのシングルガチャでも引いていきましょうか。天国か地獄かっていう書いてあるけどね。もう地獄しかなかったっていう。弁財ではもらえたけどね。ということで、今回は、まあね、あまり良くなかったゴミガチャでした。ということで、バイバイ。